台湾のファンの皆さんはとてもやっぱり熱狂的な 方が多いので、その期待に応えられるようなパフォーマンスをしたいなと思っています。あとは残るところが日本武道館2日間で、ワールドツアーももう終盤なので全力で楽しみたいと思います。シーシー。